してます。ご無沙汰してます。ご無沙汰ですか。秋山さんに取材していただけるのはあと一流やからな。そうですね。お母さんと秋山さんは一流で行くと、あの、打滑のように嫌われるところもありますけどね。本当のことを知られたくない人は嫌でしょうね。やっぱりフリーランスの人は特に嫌うでしょうね。本当のことを知られるとまずいという人は政治家だけじゃなくて嫌でしょうね。それでは1時になりましたので、NHK から国民を守る党定例記者会見を始めさせていただきたいと思います。まず、広報室から3点共有させてください。1点目、党名、この先週発表がありました党名変更に伴い、党の英名についても発表させていただきます。ゴルフ党括弧 NHK から国民を守る党括弧閉じの英名は、ゴルフパーティー、The Party to Protect Citizens from NHK にしたいと思っております。こちらの各プレスリリースですとか、記者の方にもお伝えしようと思っておりますし、1月1日付で、ホームページの方にも記載させていただきたいと思っております。2点目、党名変更の記者会見についてです。現状では1月13日ないし14日で調整しております。決まり次第もちろんお伝えいたします。その日程で党大会を開いた後にそのまま記者会見に移行できるような形での検討をしております。3点目です。こちらホームページの方にありました直接民主主義制のサイトについてです。現時点では直接民主主義制をやるタイミングではなく、また初期費用を含めまして月額の維持費用が22万円とかなり高額で経費がかかっている一方で、1年間に250人しか登録がなかったといった成果を鑑みまして、こちらのサイトの公開は一時中止といたします。ただ権利の方は当に、もうすでに移行しておりますので、しかるべきタイミングで公開させていただけたらと、そのように思っております。広報室からは以上で、次に、地方選挙についてご報告ございます。小金井市で立候補予定でした小島忠文さんがですね、小金井市議選は出ないということで辞退されたということを既に伝えてあるんですが、こちら小島さんは埼玉県川越市での立候補公認候補予定者となりました。前回の統一地方選挙で川越市で立候補された福中さんとはすでにお話し済みだそうで、この次の統一地方選挙では埼玉県川越市で小島さんが立候補公認候補予定者として立候補される運びとなりました。こちら共有させていただきます。私からは以上です。浜田です。先日提出した質問収集の回答が返ってきました。
質問集書のタイトルとしては日本放送協会から債権回収関連業務を委託されている法人による業務が弁護士法第72条に抵触するか否かに関する質問集書というものでございます。で、まあ、回答結果としましては個別の事案にはお答えすることは困難ですという回答が返ってきまして、私が通常国会でですね質問した時と同じような回答になりましたということです。まあ、予想通りということなんですが、まあ、これはね致し方ないなと思います。引き続きですね質問、まあ、似たような趣旨なんですけれど質問収集の方は提出しておりますし提出していこうと思います。今提出している質問収集は日本放送協会とその委託業者間の業務委託契約書の契約内容が弁護士法第72条に抵触するか否かに関する質問収集というもので、まあ、今回先ほど紹介したのはその具体的な契約書の契約内容を質問収集書に書いてこれが弁護士法第72条に抵触するかどうかというものを聞いたものでございます。まあ、同じような回答が返ってくるとは思うんですけれど、まあ、とりあえず相手の反応を見てみようと思います。私からは以上です。はい、じゃあ私の方から、ゴルフ等ということで先週動きますということでこれはもう当然変わらずでありますが、まあ、先週金曜日にそういう意向だということを発表いたしましてですね、まあ想像していたよりも叩かれましたね。一晩ちょっとね眠れなかったですね。ここまで叩かれるのかっていうこととプラスの方がほとんどなかったので、まあ悔しくてとか怖くてとかそんなんじゃないんですけど、久しぶりにこう批判意見を一つ一つ見落とさせて、まあツイッターの批判しかちょっと見なかったんですけども、うん、っていうのが率直な感想です。もちろん感想です。もちろんやめませんし、よかったなと、まあ想像以上に反応があったことが逆にそれはプラスですし、まあ失敗すると最初から分かって失敗しに行ってるので。っていうのは選挙で勝つのは我々の目的ではないので NHK に勝つことが我々の目標でありますので、これまでの悪目立ちっていうのはちょっとまあいろんな方にご迷惑をおかけしている部分もあったんですが、まあ、今回のゴルフ等というのは特段どなたかにご迷惑をおかけしているわけでもないかなと、まあ、ちょっと批判的なご意見の中には自然破壊というようなご意見もありましたので、まあ、それは確かに森林を破壊していくっていう意味ではそういったご意見があるのはちょっと想像しなかったんですけども、自然破壊をするんだということについては自覚をいたしましたので、そこはマイナスのところがあるのかな、まあ、それ以外には特段反対の、まあ、具体的な反対というかその、まあ、合理的な理由っていうのはちょっと見当たらない。むしろ NHK のことやれということを一回書かれてたのでNHK のことをやってることを知ってもらうためにやったんだということを、まあ、月曜日に説明の動画を上げましたところ、まあ、よくご覧いただいている方は動画を見ていただいている方はおおむね納得いただきましたし、特に、まあ、副党首の丸山穂高衆議院議員にもその動画を見た後に電話をいただきまして副党首の考えでも理解できましたということでの、まあ感想的なものをいただいております。まあ、逆に今副党首も一切、相談なく決めたので、まあ、独裁に行きますよということを言ってる通りです。本当の独裁者って独裁でやるって言わないと思うんですけどね。僕の場合は独裁でやるっていうのは僕が責任を取るという一番の意味なので、取れる責任はしっかりと取ると。ただまあ本当一晩眠れなかったのはなんか久しぶりかなというぐらい、それぐらいもちろん恐怖や不安とかも感じましたけれども、非常にこれは良かっただろうなということで、で、まあ、1週間経って、ゴルフの
具体的なアジェンダ振り方をあえてうちはしてますけども、してますとかしようと思ってるんですが、まあ、特にこのコロナ禍においてソーシャルディスタンスを保ちながら健康増進、まあ、心も体もやれると、まあ、健康につながるという意味では、私も今年の2月ぐらいまでゴルフ大嫌いだったんですけどね、ゴルフ歴45年なんですけど、大嫌いなんですけど、朝眠たいし、用意するのが邪魔くさいし、うまくもならないし、と思ってたんですけど、本当に4月かな、本当に2週間家に閉じこもってたらもう太るし、と思ってゴルフに出たら、まあ、こんな大自然の中でね、1日10キロほど歩いてっていうことをするのは本当に健康的だし、人とコミュニケーションを取れるっていうのも本当にいいことだなと思いました。ただまあね、ゴルフ場にはいろんな苦情が、コンペをする場合には来て、コンペができなかったりとか、キャディーさんなんかも結構やっぱり大変だというのを紹介して、まあ、特にコロナ禍においてはこういうのは非常に大事なことかなと。でまた、この1週間の間に相当患者を中心に調べてくれましたけども、やっぱり相当既得権益とゴルフが絡んでいるというようなことも分かってまいりましたし、もっと、まあ、お年寄りお子様ですね、子どもさん、まあ、いわゆる未成年の方にもほとんどお安くというか、普通に野球やサッカーをしてもらえるようなお手頃な価格で、そういう市営のもの、まあ市区町村が運営するようなゴルフ施設みたいなのがあればですね、子どもたちも年寄りも、まあ、いわゆる低所得者の人たちもできるだろうし、まあ、あと災害時の避難場所にも使えると、まあ、さまざまな、まあ、メリットもあって、で調べるともう超党派のゴルフ議連だったり、まあ、ゴルフのことについていろんな政治家が、動いてるんだけども、まあ、これを前面に出すとなかなか票が逃げてしまうのでできなかった部分もあるのかなというようなところでですね、ゴルフ等に改名することを発表して来年1月からやっていくんですが、非常にトータルとしては良かったというふうに思っています。で、まあ、本丸のところはあくまでも僕は NHK をぶっ壊すということで、まあ、これ噛み砕いて言うとですね、やっぱり NHK の被害者って、一番の被害は集金人からの被害、突然やってきて、暴言を吐かれたり、場合によっては暴力を振るわれたり、もちろん精神的な被害とお金を持っていかれる人たちの経済的な被害、払いたくないと思っている人から無理やりお金を持っていくっていうのはさてどうなんだろうかというのが一番の被害ではあります。だからここを、なんとか根底から潰していきたいというか、止めさせたいということで動いているものなんですが、昨日も一件提訴をしました。元 N リンクスの社員さんが N リンクスを相手に裁判提訴であります。東京地方裁判所で、これ、まあ、エピソードを聞いてもらえれば一番わかりやすいんですが、今年の10月の4日、まあ、今年という先月ですね、N リンクスを辞めた社員さん、理由は NHK から国民を守る党の党首の立花さんが弁護士法違反で現行犯逮捕すると。これどうしたらいいんですか、どうするんですか、まあ、会社に、まあ、上司に聞いたところ、逮捕されればいいんじゃない、まあ、裁判で負けたら辞めるし、まあ、NHK がやれという以上は我々はやるだけよ、まあ、このような回答が返ってきたそうで、まあ、この社員さん1年以上 NHK の委託会社で仕事をしてた方で、成績が非常に良くてですね、まあ、Nリンクスの本社の池袋の本社ビルで勤めていた人で、まあ、このコロナ禍の間にもですね、どんなことをさせられてたかというと、訪問が禁止になっていたために、まあ、禁止やなんかポスティングになんか行ったと嘘のデータをいっぱい入れた、本社行ってないのに行ったってデータを入れたら、それで NHK の小林さんという副部長がと2人やってきて、そのヒアリングをしてされて、見聞きしたことを聞いてないようにしろと。その部長、N リンクスの部長は飛ばされたというか、まあ、結局は N リンクスは辞めたけども、結果としたらなんか N リンクスの関連の会社でも仕事しているみたいなことで、まあ、目の前でそういう明らかな犯罪ですよね、訪問仕事してないのに訪問したことにしろっていう、そういう仕事もさせられてた後輩たちを見て、まあ、この会社ダメだなということで、辞めて、その日のうちに僕に電話をくれて、
提訴ということで、まあ、証拠もいっぱいあるんですけども、とにかくこれはもう弁護証言違反1点に絞って、NLinksを提訴したと、大体240万だったかな、244万だと思いますが、民事訴訟を昨日提起しております。で、まあ、こういうですね、弁護証違反を今とにかく徹底的にやっていまして、昨年11月山口県で、まあ、障害をお持ちの方のうちにやってきた委託会社の人物が金を払えと、お金を払うつもりはないから帰れと言ってもそんなのは聞こえないということで、まあ、弁護証違反及び不退去罪ですかね、まあ、この被害者の方と連絡をいたしまして、裁判をする今段階に入っているということで、先月事件があった前橋の件もですね、しつこく訪問し、キャッシュカード、クレジットカードを出すように要求してきた、最終的には逃げて帰ったんですけども、まあ、逃走したんですけども、まあ、これに関しては逃走した人物が委託会社がどうかすらわからないので、ただ NHK がそれを訪問したということについては認めているので、NHK を相手にこれは裁判をしようということで、とにかく今、NHK から国民を守る党は弁護士法違反、個別訪問をしている NHK の、まあ、NHK の個別訪問ですね、これが弁護士法違反であるということをですね、複数の裁判、複数の証拠を持って今、追及をしていること、これを全力を挙げております。それを一人でも多くの方に知っていただくために、まあ、ゴルフ党に変えたというのが、僕の、まああのまあ、ゴルフの問題については幹事長が、まあ、特に中心になってやってくれるので、私の方は、引き続き、まあ、党としてはあくまでも主たる仕事はむしろ NHK からの NHK からの被害を受けておられる方をお守りするということで、これからもですね、全力を固めていくということです。で、まあ、そんな中、昨日の夜の報道では割増金、受信料の割増金というのが報道されております。で、まあ、これもまあ、まるで総務省が勝手に動いているように感じられるかもしれませんが、まあ、9月の段階で、私の方が総務省の担当者に、まあ、法律と規約の間に規則というのがあるんですけど、まあ、これ総務省令ですね、大臣が定めるもの、ここの23条に、契約や支払いが遅れた人には割増金を払うようにというか、いわゆる先に払った人よりも多く払うようにしなきゃいけない、そういう規約を設けなきゃいけないっていうルールが、まあ、規則があるわけですね。 法令省令といった省令です。で、その省令を定めなきゃいけないのに規約にどこにも載ってないじゃないかということを総務省の方に、まあ、クレームというか一応質問したら、総務省はこの法改正してきました。規約の12条に放送受信契約者が次の事項の1に該当するときは所定の受信料を支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。で、1、放送受信料の支払いについて不正があったときって書いてあるんですけど、放送受信料の支払いについて不正があったときっていうのが、総務省も NHK も、これが契約が届け、遅れた人のことだというんですよ。ちょっと無茶苦茶な解釈だと思いません？これ情報公開請求をして NHK から正式に返ってきたことと、総務省の担当の課長補佐が言っています。12条の1ですね、どう見ても契約の届け出が遅れた人がこの2倍、まあ、3倍の料金ですよ、払わなきゃいけないと読めないんですけども、まあここは総務省と NHK もまあ逃げたかなと、いわゆる規約にそういう規則の23条のいわゆる義務が規約にないことはやっぱり認められないということで、むちゃくちゃな回答をしてきたんですが、まあ、それを是正するために今回割増金というものを法定化すると言い出したのではないかなと思っておりますが、割増金に関してはですね、我々 NHK から国民を守る党としては大歓迎です。ここは間違えないようにしていただきたいんですが、まあ、おそらく我々がこれを言ったことで総務省で議論されているというふうに確信をしているんですが、我々は受信料を払うなとは言っていますが、 NHK と契約するなとは基本的には言っていません。契約をして不払いをするようにと強く、ここは言い続けております。もちろん理解できない方、我々の主張が理解できない方は
未契約のままでもいいと思いますということは言っております。あの電話があった時などにはね。というのは契約をすると5年の時効の恩恵も受けれますし、何よりも契約は義務ですから、それは法律を守れと、契約をするなということは我々はそういうことを主張しているわけじゃなくて、その契約者の権利である支払いの凍結ですね、いわゆる支払わないという行為については、これはずっとこれ認められてきている権利なんですよね。例えば東大の大吾教授も昔凍結とかって言ってましたし、私も受信料支払いを凍結をしております。まあ凍結ということが一番分かりやすいので、それは法律上許されているわけですよ。で総務省に確認しても民民の契約なので我々は介入しないとこう言ってきてるわけですよ。でその民民の契約だからこそすごくデタラメな運用がされていて、本来例えば5年前にテレビを設置して5年後に契約する人は5年分の受信料とそれの2倍ですね、合計3倍の受信料を払わなきゃいけないんですよ、法律上はね。でも、まあ、法律っていうか、まあ、規約上か。でもそれを NHK が運用でですね、いらないとやってきてるわけですね。利息もそうです。でそれは得をしてるのはそこで払う人です。損をしているのは NHK ではないんですね。 NHK にちゃんと期限を守って払ってる人たちが、期限が遅れた人の分まで、特殊な分担金として負担させられているから、総務省もここはやらなきゃいけないということで、今総務省の目的っていうのはとにかく受信料の負担を減らすんだと、1世帯あたりの受信料額を減らすんだと、まあ、高市早苗総務大臣、前総務大臣も今公開されている YouTube で、最新の YouTube でそうおっしゃっています。1年間で26,040円は高くないっていう、ね、若い女性に質問していってますが、これを下げるために全力を注いでいると。でその手段として全ての世帯から契約っていうか、まあ、全てのテレビを持っている世帯から契約できれば一世帯安くなるだろうというのと、もう一つは営業経費ですね。年間700億円を超えるこの営業経費、約 10% です。諸外国と比べたらもう考えられない高さです。その700億のうちの約半分の300億が集金人の人件費、まあ、外部委託の人件費ということですから、まあ、300億というと1日1億円使ってるわけですよ。毎日1億円。集める経費が2億円です。で、その2億円の半分の1億円が、いわゆる NHK の委託会社の人件費と。で、この人たちが弁護士法違反を犯しながら、国民を不安に陥れていっているという順番ですので、まず、弁護士法違反を叩けば、これで NHK の個別訪問は職員以外にできなくなるので、かなり、個別訪問が止まる、被害が減ると。で一方でしっかりと法律で、まあ、定めることによって早く届け出をしないと割増金になるっていうことについては、これは私は適切な法立法だと思います。今までやり方がおかしいわけですよ。テレビを設置したら払わなきゃいけないという義務がある以上は、1年であろうが5年であろうが10年であろうが遡って払わなきゃいけないです。10年前に車を買いました、税金10年間払ってませんでした、これから車重量税払うからこの車乗せさせてくださいというわけにいかないわけでしょ。だからあくまでも今回のこれ報道は、昨日の報道っていうのは、割増金はと思った方は大勢いると思いますし、まあ犬国や立花がこれを賛成しているっていうことについても多くの方がと思うかもしれませんが、当たり前のことですよ。税金っていうかこういう分担金ですから、 NHK の受信料というのは特殊な分担金なわけですから、ズルをした人が得になるっていうことを何十年も放置し続けたわけですから、これは許さないということですね。特に NHK の集金にはこういう、まあ、今週もまた NHK 裁判をするぞという手紙を、まあ、送り出し再開をしました、この半年ちょっと止まってたんですけどコロナで、で、NHK から訴えるよ、NHK が訴えるよって言ってきた人に電話をしたところ、平成16年から、引っ越してテレビを持って、でも
を来た N リンクスの社員がですね、長いこと払ってないですよね、そろそろやばいですよね、最高裁の判決見ました、でこういう言葉をかけるわけですよ。平成29年の最高裁の判決ですね。とすると13年分約ね払わなきゃいけないとなったら、これいくらになるのかっていうと、13年かける2万、まあ、6千かける3ですよ、70万、まあ、100万円ぐらいになるんですよね。それを今契約したら今月からでいい、それをまあ毎回払えとまだ言わないけども、まあ気が向いた時に払ってくれたら裁判なんかされませんよみたいなことを言われたということで、その方に対して裁判をしてきた、まあ、すると言ってきているので、まあ、まあまああちこち、まあこれ今回10人と7人と10人ですけど、まあ、全員ヒアリングしましたけども、まあ、契約の時にあともうとにかくカードを出せと、現金 NHK のそんな急に来た人にキャッシュカードやクレジットカード渡したくないと言って、もうカードを出せと執拗に迫られたと、まあ、扉を当然閉めようと、まあ、カードを取りに行くときに扉を閉めようとしたらもう足を挟んで閉めさせてこれなかったと、まあ、まあこんなことがやっぱり上がってきてるんですが、まあ、いずれにしてもその、ね、やっぱり10年契約が遅れたら10年分取らなきゃいけないわけですから、そこはちゃんと、まあ、これまでのルールでも取らなきゃいけないんですけど、これまでのルールを、まあ、規約から法律に変えて、まあ、法令に変えて厳格にやっていくと。でこれ皆さんよく想像してみてくださいね。 NHK の人が来てもう10年分払えとかって言われたら契約します？多分もう、そうもう100万円とか言われたらもういやもうちょっとさすがにもうどうにでもしてくれということに多分なると思います。逆にその100万円とか何十万円っていうのをちらつかせて新規の契約を取って、でその契約に対しての報酬をもらってきたっていうのがこれまでの今までの委託のやり方でね、本当にそういうところが逆に NHK にとって有利なルール作りというか法改正だと思われがちなんですが、実は NHK にとっては大変な厳しいものであって、法案の出方とか審議のプロセスだけ見ていただけるとすごく分かります。今回 NHK が求めたテレビ設置の届け出、テレビがあってもなくても届け出をしてくださいというお願いをしました。これに対して総務省はテレビがない人にまで届け出の義務なんて課すことなんてできませんと、もうこれは即日もう門前払いです。 NHK もすぐに引っ込めました。でその次にじゃあテレビがある人は届け出をしてください、これを義務化してください、何を言ってるんですかと、契約の義務があるでしょ、契約の義務にさらに届け出の義務をつけるのか、これも見送る。で一方で NHK が全く要求していない割増金の法律法制化ということ、ここは素人の人というか多くの人はこんなこと意味がわからないと思いますが、 NHK が嫌がることを総務省がやっているということです。それは我々が裏側で総務省に対してすんごい圧力をかけてます。前に言った裁判をしようかなと思ったんですが、今総務省の方は少なくても我が党の方にというか話をちゃんと聞いてくれておりますので、変にこれを総務省的に回すということよりも総務省に NHK が何を嫌がっているのか、そしてそれをすることによって真面目に受信料を支払っておられる方の負担が減ること、そして NHK をご覧になってない方は NHK にお金を払わなくていいようにする、まあ、スクランブル放送ですね、これの実現の、まあ、プロセスだと思っていただければ幸いです。とにかくそういう方向に動いているということは確信をしていますので、ゴルフ島に変えた理由というのは弁護士法違反をこれから追及強くしていくこと、で今総務省で問題になっていることについては我々が意見をしていることが今総務省と NHK の間でというか総務省で話し合われていることだということをご報告して、私の発表というか今日こちらからのお話を終わります。何かご質問あればどうぞ。どうぞ。佐竹山さんが来たら、はい、じゃあ、はい、
フリーランスはあれ、フリーランス、入ってない、地声で入ってる、フリーランスの畠山ですけれども、はい、以前ですね、党名変更のことについて、党名を変えるっていうのも選択肢の一つだっていうことは前からおっしゃってたと思うんですけれども、はい、その時に新型コロナから国民を守る党っていうのも選択肢の一つだっていうことをおっしゃってたと思うんですが、はいはい、これが採用されなかった理由っていうのは何かあるんでしょうか。コロナの問題についてはやはり二極化していると非常に思っていてですね、当然政府の方は GoTo キャンペーンをこれもここまでもやると、で、医師会の方は当然そのできるだけ控えてくれというところで、これ本当に二極化してるなと。で、我々がコロナのことをあえてしなくてももう簡単には菅総理の方はもう全然コロナ怖くないぞっていうメッセージの僕は発信だと。最近のね、やる我々がその都知事選の時僕は個人的に立候補していったことがそのまま、菅政権はやっていただいているようにも思いますし、東京都の都知事も特段今回は、これだけの感染者が出ているにもかかわらず、時短営業は要請しないというか、あれが効果があったのかどうかわからないということなので、特段そのコロナというのを前面に挙げる必要性はないということと、そのコロナに関してはやっぱり二極化しちゃうんで、でゴルフ等に関しては二極化まではならないと思うんですよ。好きかどうでもいいかだと思うんですよね。だから今ここでコロナを出しちゃうとコロナを中心にやらなきゃいけなくなると。でもあくまでもゴルフを先に持ってきてますけども、当時の僕自身はコロナのゴルフのことは全然やるつもりは ほぼ、前提というとちょっとおかしいんですけども、あくまでも幹事長の上杉のサポート程度であって、そのアジェンダはもう幹事長にもう基本的には会合とかも彼の方に集結させたいと思っているので、党名を変更して票を増やしたいというんじゃなくて、党名を変更するインパクトをつけて我々が結構この弁護士法違反で NHK を追い込んでいることで、やっぱり民意なんですよね。最後は民意がないと裁判所はNHK 側に味方する恐れがあるので、でその党名変更のその次の党名変更は裁判所から国民を守ると、これはやっぱり例えばワンセグでも受信料払えっていうのが一審は良かったんですけど、二審なる高等裁判所最高裁判所これで受信料払えと、だってこんなの電池切れたら見れないし地下に入っても山に入っても見えないのに普通のテレビと同じ料金を払えと平気で言ってるわけですよね。裁判所レオパレスもそうです、一審勝ったんですけど二審三審でレオパレスは住民が払えと、だったらホテルの宿泊客が払えという話になるんですけど、むちゃくちゃな判決を書いてて、もちろん今籠池さんとも昨日もお話をして、森友問題についてもね、ちょっとその証拠の採用とかやっぱおかしいだろうと。だからゴルフ棟に変えた一番の理由っていうのは透明って簡単に変更できるよと、これ変な判決書いたら次もう直ちに裁判所から国民守る棟に変えるよと、場合によっては、東京地方裁判所誰々裁判官から国民を守る党と、いわゆる属人名まで彫り込んでやろうかというぐらいの、僕なりの裁判所への圧力ですね。でこれ多くの人はふざけてるのかと思うかもしれないですけど、それはもうどうでもいいですじゃなくて、これまで NHK の被害を受けた方が立場さん本当仕事してると、でこれ裁判の傍聴でも行くし署名があったらやるし、でやっぱり悔しい思いした人がね、このまま NHK がただ潰れるとかスクランブルになるっていうのは済まされない話で、被害やった方はちゃんと NHK や委託会社から慰謝料をもらってから潰すということをですね強くやりたいので、そのコロナっていうのについては今年の6月の4月か8月でしたね、静岡のあたりは静岡の汚染とかそういうのを考えていましたけれども、当時はゆっくりでいいかなと思ってたんですけど、今もう我が党としては勝負の弁護士違反の裁判ですので、
まあ、そういう意味では敵がいないというか、まあ、正直言うと少ないかな、少ないゴルフ等というのでコロナを選ばなかったということですね。関連でいいですか、はい、あのコロナの対策についての、 あの立花さんというか、まあ、党としてのゴルフ党としての考え方っていうのを、はいはい、教えてください、はい。まあ、正式には来年からなんですけど、はい、まあ、党としてはあくまでもそれぞれ独自で動こうということで党としての統一見解は出さないというところで、これは継続中です。ですから党首立花としての見解を、まあ、党としてっていうよりも個人の見解ですけども、やはり経済が止まるっていうことの怖さっていうのは多くの方がやっぱり身に染みて感じたと思いますから、だからその門言わぬ、まあ、マジョリティなのか、まあ、いわゆるサイレントマジョリティなのか、マジョリティではないのかもしれませんが、そのサイレントの声を菅政権は相当聞いていらっしゃるのかなと。で、私もそこはそう思います。ただもちろんそのこれも食食べ物と同じで、異常に怖がる人は怖いでしょうし、でもちろん合理的な理由ですね、高齢であったり持病持ちの方で怖がる方っていうのは合理的な理由があろうかと思いますから、でもその方々ももう自分が注意すればいい、周りに頼るんじゃなくて自分がそこいう、まあ、場所に行かなければいいということで、かなり知識も高まってきたと思いますから、まあ今の政権がやっている GoTo キャンペーンを継続しながら、経済をできるだけ回しながらやるっていうことについては強く賛同しますね。これは各都道県知事もそういう方向ですしね。だからやっぱり志村けんさんが亡くなって、岡江さんが亡くなってっていうちょっと衝撃的なことだったんでしょうけども、まあ、あれから著名人もまあ亡くなってらっしゃらないでしょうし、まあ、当然ね、その病床の問題というか重篤者、重症者のいわゆるベッド数というか、まあ、医療ですね、ベッドと、まあ、医療従事者の数が逼迫しているという報告がですね、上がっていて、ただ、まあ、ワクチンも実際にもうできてきている状況なので、かなり楽観しているんですけどね、僕自身も。世の中もそうなんじゃないですかね。ただちょっとね、医療現場の逼迫はどうなのかな、ここはちょっと医者の浜田君の方からちょっと僕じゃない意見も、はい、どうなのかな。まあ、新型コロナウイルス感染症で、まあ、問題となるのが、そうですね、まあ、高齢者であったり基礎疾患をお持ちの方が、まあ、かかった時に死亡率が高いでですね、まあ、死亡者の年齢を考えると、まあ、一般的な平均寿命と変わらないという意見もまあ確かにあるんですけれど、ただ一方で、まあ、問題としてはこれまで元気だった方がお亡くなりになるということで、まあ、それを想像してみた上で、やっぱりこの感染というのは、感染というか、まあ、そういうお亡くなりになる方の感染というのは、まあ、防ぐべきなんだろうなと。でおります。で、まあ、それと合わせて問題なのはやっぱり医療現場で、特に集中治療室ですね、その、まあ、お亡くなりになるかそうではないか、瀬戸際の方をですね、まあ、救えるかどうかっていう、まあ、その時に必要な集中治療室の病床が空くかどうかということで、まあ、そこが満タンになることによって他の病気で救うことのできた患者さんがお亡くなりになる、そういうのがまあ問題なので、まあ、でも確かにちょっと難しいところだと思います。まあ、若者の感染は構わないという考えも確かにあるんですけど、若者が感染すればそれだけ多くのリスクのある患者さん、リスクのある方が感染するというところもあるので、まあ、そういうところでに難しさがあるのかなと思います。ちょっと答え、難しいですけど、ひとまずこんなところで。すみません、立花さん、まあ、GoTo は、続けるというか、経済を回すためにという考えを、はい、まあ、おっしゃいましたけど、はい、浜田さんは どうですか、GoTo については。
まあ、新型コロナウイルス感染症はですね、まあ、全国一律で、ちょっと難しいんですけど、まあ、地域ごとに感染状況が、まあ、違ってきているので、まあ、それに合わせて対応すればいいのかなと思っています。まあ、具体的には今札幌が非常に危ないということで、そういう意味では例えば札幌だけは対象を外すとか、そんな感じに、まあ、とにかく地域ごとにそれぞれ対応して、対応を変えてっていう意味で継続するべきだなとは思っております。わかりました。ありがとうございます。すみません、まだいいですか。ですね、そうそう、党名変更なんですけど、はい、ゴルフ島のその期間っていうのは大体どれぐらいになりそうですか。ゴルフ島の期間ってね、大体1年とか、まあどんなに長くても再来年の参議院までには、次の参議院は絶対にこれで戦うつもりはないので、早ければもう数ヶ月、早ければ数ヶ月、数ヶ月、長くても1年半ですか。それは間違いないです。もう急にまた1ヶ月で変えるっていうかわからないですけど、いや、それ本当裁判次第ですよね。だからもう絶対勝てると確信してるんですけど、弁護所違反の裁判が本当にむちゃくちゃな審理ですよね。まあ、法律の解釈で勝てないっていうのはある程度仕方ないような気もする、ある程度がむちゃくちゃなことを言わない限りはですけど、まあ、事実とかでむちゃくちゃなことを審理するっていうのはここに経験があるので、とにかくそういうところをちょっと見ていって、弁護所違反で順調に勝てていけるようであれば、それは新しいゴルフの皆さんのご理解も、まあ、いただける票をいただきながらってなると思うので、そういう意味では次の衆議院選挙まではやるでしょうし、不当な判決がもう続くようだったら、ちょっとそのゴルフ等を後に持っていって、ね、裁判所から LH 国民を守ると過去ゴルフ等過去都市にするとか、ちょっとそんなことは考えてますけど、ね、あ、ごめんなさい。ということは、1月までの間にゴルフ島じゃなくて裁判所からになる可能性がある。正確に言うと、先ほどから申し上げている通り、1月1日からなんです、ゴルフ島って。ゴルフ島、うん、だから1月1日に変えるっていうことはもう決定をしているので、あとは事務処理をすると。で、裁判の判決が来年上旬にどんどん出てきますから、それでおかしな判決が出れば、また1ヶ月とか2ヶ月ぐらいの猶予期間を置いて変更するっていうことは十分にあり得ます。いいです、はい、他はなければですね。あ、はい、ないようであれば、はい、党名変更なんですけど、はい、実質その経費的なその負担とかっていうのは増えるんじゃないですか。ポスターを変えたりとかっていうことで。いい質問ですね。我々はポスター看板貼らないということを主にしていますので、経費的にかかるのはもう実質上ホームページのデザインを変えるのも議員がやってますし、うん、まあ名刺とかぐらいですかね。まあ経費はもうおそらくほとんどかからないですね。もうかかったとしても何万何十万っていうレベルであって、ポスターとかそういったものを我々はそもそも作ってないので、はい、いいでしょ、どうぞ。いいです。他なければいいですよ。他あればさっき手を挙げてもらえる。どうぞ、いいです、はい、ゴルフ島というとやっぱり皆さんゴルフをやるんですか、やらないですか。これも質問ですね。ゴルフ島って言ってるのは、今申し上げた通り NHK 問題を目立たせるためです。だから NHK さんにもこれからは NHK から国民を守る党じゃなくて、ゴルフ島党首の柴田さんとかになるわけですよ。でも高市早苗総務大臣、前総務大臣もうすぐ反応されてたんですよ、 YouTube で。やっぱすごいなって、名前変えるって。だからやっぱり違和感があるじゃないですか。NHK のテレビでゴルフ島党首立花さん、立花氏はこう答えてました。ゴルフ島って何って、まあなるじゃないですか。で、僕は そっちを今回一番狙っていてですね、全くその NHK に関心のない人たち、いわゆる一番の実は被害を受けてるのは真面目に NHK の受信料払ってる人たちなんですよ。高すぎる料金を
本来もうちょっとちゃんと全員が払えばいいわけですから、あと集金の料金が安くしないわけですから、そういうその人たちにメッセージを送るっていうのが今回のゴルフ等の考えなので、質問なんとかな。あ、いや、皆さんゴルフやるんですか。あ、そう、ごめんなさい、それであのやってるだけなので、例えば丸山副投手からもゴルフやらなくていいですよね、まあ、もちろんゴルフのプレーもゴルフの政策もアジェンダも何もしなくていいと、これはもう全員に言ってます、はい、だからあの逆に僕ゴルフ島にしたことによってゴルフちょっと行けなくなりました、ね、行きづらくなりましたね。どうして。いや、やっぱこれまでは趣味としてやってたんですけど、まあ、健康としてやってたんですけど、さすがにそれを出してなんかゴルフをなんか経費でしたいだけじゃないかって書いてる人もいるんですけど、うん、いや逆にこれでちょっとやりづらくなりました。だからやってないですけどね、行けてないんですけど、逆にちょっとやりづらいんじゃないですか。その何らかの理由がなくてやってるとなんやねんって言われるじゃないですか。だからこれからのゴルフのプレーっていうのはそれなりに ある程度の理由がないと。っていうのはもう5月なんて僕3日だけですよ、ゴルフ行かなかったの、うん、ステイホームって言われたあの5月3回だけ、28回ゴルフ行ったんで、それぐらいゴルフしてたんですけど、これからはちょっとさすがに仕事せえって言われそうなので、まあ、仕事せえってゴルフしづらい環境を下げないためにやってるんですけど、ちょっとまあ僕も含めて今うち弁護所違反のところの勝負時だと思ってるので、みんな逆に党の人しないじゃない、しないよね。あ、デビューするの。あ、でもデビューする。デビューなんか喋るのかい。いやいや、なんか若い女の子楽しいんじゃない。でも当主がおっしゃってたようにインスタとかインスタグラマーも可愛いなって思ってるモデルさんとかが結構ゴルフをやられていたりとか、実際にゴルフやらないのっていう予想は今まであったので、これを機にゴルフ打ちっぱなしからできたら年内回ってみようかなと個人的には思っています。そう、それでもウェアはめちゃくちゃ可愛いなと。いや、このあの YouTube なんか見ててもそうですけど、ゴルフの女性のファッションってやっぱ恐ろしいですね。僕もあの彼女と一緒に店とか行くと、もう若い女の子が結構値段するゴルフのグッズ、まあ、ウェアを中心に買ってて、でも何がいいのっていうと、まあ、他の女の子たちも聞くんですけど、やっぱ結構大胆なんですよね、ミニで、まあ、もちろん中見えてもいいようなあのズボンとか履いてるようですけど、まずあの派手な格好ができる、で帽子をかぶったりするなんかおしゃれがまた違う、まあ、靴もとにかく日頃の服とは違うファッションなんでしょうね、はい、らしいんですよ。新しい何かファッションの発揮する場があって、それをまさにインスタで載せるとインスタ映えっていう現象が起こっていてですね、若い女性、特に選挙に関心のない18歳以上の若い女性の関心ってこれでそこそこ取れるんじゃないのかなっていう、ちょっとそういう、うん、まあ、打算というか悪い計算はあります、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。他ありますか。さっきの NHK さんのあれは聞いてくれてる英語のやつ、あ、ありがとうございます。ちょっと後で、ちょっと、はい、うん、先週ね、あの言われてたんで、あの営業風紀はちょっとあちこちあの出てるんですが、これを正式なものとさせていただきますので、英語表記ですね、先ほど新藤が発表したものをですね、ちょっと僕もこれ徹底ができてなくて、英語表記あっちではこうなった、こっちではこうなったみたいになってるので、これを正式なものとして、1月1日から使いますのでお願いいたします。なんか他ありますか。紙とかありますか、その英語表記。あ、ごめんなさい、現時点で、あ、書いていただいたら、はいね、ありがたいです、はい、どうぞ、はい、すみません、一つだけなんですけども、はい、地方議員さんが、はい、このゴルフ島についての、はい、関わるやるやらないみたいな話を、はい、総会の方で話したと思うんですけど、はい、そこをそうですよね、地方その政策とかマジアジェンダというか具体的に何かしてくれっていうのは全くないんですが、政治団体 NHK から国民を守る党を作ろうと思ったんですけど、法律上無理なんですよね。
後からコートができた後できないので、やろうとしたらその多田君が事前に作ったものをもらうか、あの名古屋 あの日清市でやった彼のをもらう、あの2つの政治団体が NHK から国民オールドとして残ってるので、あれを譲り受ける以外に実はあの NHK から国民オールドという政治団体は作れないんですよね。あもうまあまあテクニック的には1回全然関係のない名前にしてゴルフ島のみだけにしてしまえば、その1日の間に NHK から国民オールドを作って、こっち側をゴルフ島かっこ NHK から国民オールドっていう技術的にはさすがにできるんですけど、あのコートの名前を変えるっていうのは登記簿も変えなきゃいけないとかいろんな問題があるので、そういう意味ではあのゴルフ島を過去 NHK から国民オールド、あのそれとごめんなさい、あのね総務省は括弧はいいって言ってるんですけど、法務局の方が括弧が法務局のその使っていい法人名の中にあの括弧がないと今言われてるんですよ、日本語の括弧の中に。でただ法務局としたら当然その総務省が出した法人を作っていいって許可書みたいなのが出るんですよ、あの法に基づいて。あれなんていう法律だったかな、文句あるんですよね、政党助成金と公職選挙以外に、なんか政党なんとか立法法みたいなのあるんですよ、立法とかのみ。そこの中で括弧が認められていると法務省としてもその括弧を認めざるを得ないかどうかということを検討している、検討しました。だから例えば一般の会社でね、立花隆の放送局みたいに、立花隆二人放送局、まあ、括弧2人括弧閉じ放送局っていうのは普通に言ったら 100% 認められない、括弧はダメだ。ただ、いわゆる政党っていうのは株式会社とかと違う特別な法人なので、総務省がそれを認めるんだったら認めざるを得ないんじゃないかなみたいな回答が来て、さっき司法書士からそう来てるので、ひょっとしたら括弧が入らなくなるかもしれません、まあ、これはできるだけ 早いうちに、まあ、カッコがなくなってゴルフ島ポツ NHK から国民オールドか、もうそのまま続けてゴルフ島 NHK から国民オールドになるかはちょっと登記簿上は待ってくださいって感じです。総務省はいいって言ってるので、ちょっと総務省に届けてる政党名と法務局が違うっていうのもなんかあんまりちょっと避けたいは避けたいので、まあ、そういうのもあってちょっと早めに発表してるんですが、いずれにしてもゴルフ島NHK から国民を守る党という2つの、まあ、党の名前が1つになっているということだけは変えませんので、ごめんなさい、はい、どうぞ、いいですか、他いいですか、どうぞ、はい。今週ですね、ちょっとだけ話題になったんですけど、はい、大橋さんと川西さんが、はい、ちょっとやり取りをしてたんですけど、はい、N 国やるか YouTube をやるかって言ってたんですけど、はい、立花さんの時はどう川西さんにどう思うか、どう思うか教えてください。まあその誰かに迷惑をかけないんであれば表現の自由って最大限保障されるべきだと思うので、その大橋副党首がそういう考えを持つのも一つの考えだろうし、あの公認やっぱり組織なので、あの権限を与えている以上は僕は大橋副党首 その地方議員の公認権の権限を優先はします。彼が決めたことについてよほどの理由がない限りは彼の決定は優先します。もちろん公認を決めるかどうかっていうのは法律違反をしているかどうかっていう基準じゃないので、ただ一方で川西浩二君の表現の自由っていうのは最大限保障するべきものであると思いますので、何もやめてほしいとも思わないし、あの適切ではないと思ってますけどね。ちょっと僕動画自体見てるんですよ、あのなんかパンを踏んでるの、パンやなんか食物を、食物食べるものを粗末にしてて、あとなんか外国の人をなんか侮辱してるのかな、ちょっとごめんなさい、そのとりあえず問題になっているのは食べ物を粗末にしているって聞いているので、好ましい行為では確かにないんですけど、あの例えばコンビニのお弁当余ったら、まあ、踏みつけてはないけど捨ててるわけですよね。
どういうメッセージ性を彼が持ってやってるのかはわからないですけども、少なくともそれが、誰か特定の人を傷つけるっていうことではないなかろうかと思いますから、そこについては表現の自由を優先させるべきだというふうに思っています。だから彼が公認をされるのかどうかについては大橋君が決めることであって、その決定を僕は特段の理由がない限りは、いわゆるその違法性とかそういうところでよっぽどのことがない限りはそれを否定することはしません。だから彼氏君は彼氏君でやったり、それで公認が取り消されるかどうかは大橋君が決めることなので、それでやってくれということですね。まあ今党としてはあんまりそういう目立つことは正直必要ないんですけどね、党としては そっち側の目立ちは必要ないんですけど、まあ本人がやりたいのは全然やればいいと思いますよ。本人がそれをやりたいことを僕はこちらの方が強制してやめろっていうのは大嫌いなんで。ありがとうございます。はい、他ありますか。どうぞ。はい、答弁が変わったことで、教員の中からちょっとゴルフの才能があるやつを、誰か一つプロゴルファーになんか座っているというふうな思いとか。ああ、教員の中からっていうのはもう全くないですね。今まだシーズン中なので、ゴルフ12月の第1週までシーズンなので、ちょっとそこまで具体的な話ができない。プレイヤーとね、ゴルフの目欲しい人はいらっしゃいますから、ゴルフのシーズンが終わったら、プロゴルファーの方の意見っていうのはお伺いするということになっていますので、その方々を場合によっては応援するかもしれません。プロゴルファーの方は公認っていうか、もちろん公認というか党に入っていただく予定なので、わざわざ今いる人をプロゴルファーにするんじゃなくて、プロゴルファーの人に来ていただくっていう感じです。はい、はい、他いいですか。あ、どうしよう。チャット欄の方から質問があったので、はい、確認させていただきます。川西くんの続きで、川西くんの動画内でですね、猫ちゃんに、野良猫ちゃんに餌をあげている動画がございまして、そこで餌を猫に明らかに投げつけている様子があるそうなんです。で、猫がそれで痛がって逃げているような、それがちょっと、それはさすがにその道徳の問題ではないっていう、それ違法があったので、それについてどうお考えですかという質問。いや、だから動画を見てないからあんまり詳細は言えないかもしれないけど、そのなんか違法行為をしてはやる犯罪はこちらも絶対ダメ、 100% ダメだけど、じゃあ不倫はどうですかと、なんか世の中の人がもうバカが多くて、池田信夫さんって元 NHK の先輩の不倫は違法じゃないか、バカなことを平気で僕の横でアベマ TV で言ってましたけど、不倫って違法じゃないですか。でもその違法っていうのは特定の人にしか迷惑をかけないわけですよ。近藤真彦さんもいろと言われてますけどね、最近で言えば。で、そのもうあれもダメこれもダメとか、その自分が被害を受けていないのに、なんかまるで自分が被害を受けたかのようなことをね、犯罪はダメですよ。犯罪は、要はこの国の犯罪っていうのは、いずれ自分が被害に遭うかもしれないからということで、警察が犯罪者を取り締まるっていうことで全ての人を対象に保護している法律ですけども、犯罪ではない法律違反に関しては道徳とかそんなこと言い出したら、道徳なんてもう100人と100人違うわけでしょ。もう下手したら挨拶こんにちはって言って、こんにちはって言い返さなければ逮捕されるっていう時代が来てしまいかもわからないわけでしょ。それ言い出したら普通おはようございますとか、おはようとか言うのが道徳じゃないですか。だからあまり道徳とかっていう言葉を使って、表現の自由とか自分の自由っていうのを制限するのはもう最悪ですよね。で、まあ本人に直接言えばいいわけですから、そんなのは。だからそれが猫だから、僕はもちろん猫を飼ってて猫は生き物として見てますが、法律上はあくまでもものですしね、それ多分捨て猫とかそういう猫でしょうから、何らかのそこで問題発信を彼はしてるんじゃないのと思うんですよ。
ちょ直接その彼の動画を見てないんで、何らかの意図があってやってるとしかちょっと思えないので、ちょっとその一部だけ切り取ってのコメントあるでしょうけど、いずれにしてもその全部が全部こうダメっていう空気が怖いので、どう思いますかって言ったら、川西君なりに何か意味があるんじゃないの。でも何よりもこの場で出てることが彼からしたら素晴らしいんじゃない。こういうコートの会見の場でそういうのが彼の名前が出てきてること自体が彼からしたら成功になるんじゃないですかね。ちょっと答えになってるかどうか分かりませんけど、はい、他ありますか。終わりましょうか。はい、ありがとうございました。